続いて、新型コロナウイルスの情報です。県内で新型コロナウイルスの感染者が新たに138人確認されました。病床の使用率は昨日よりも1.1ポイント下がり 13.、13.3%となっています。また、重症病床の使用率は昨日と変わらず7.3%です。感染者の数は減少傾向にあるものの、 高齢者や基礎疾患がある人が感染すると重症化する恐れがあるとして、県は注意を呼びかけています。また、県内ではインフルエンザの患者が増え、4年ぶりにインフルエンザ警報が発令されていることから、県は改めて基本的な感染防止対策を徹底するよう呼びかけています。